猪木の貴族子亮と25歳、何でもありのバリテュードでは2戦2勝、荒々しいファイトには未知なる可能性を秘めている。格闘王国ブラジルで発掘された原石は猪木によって磨かれる。対するは無敗のアルティメット王リッチ・フランクリン。八角形のカラーミリングで活躍するアメリカマット界のニューカマー、現在無敗街道を突き進む UFC の次期チャンピオン候補の一番手。今夜猪木は両とのセコンドに就くというが、果たして格闘技ニュージェネレーション決戦、ニューヒーロー誕生なるか。Ladies and gentlemen, this is a mixed martial arts rules match consisting of 3 5-minute rounds. Introducing first, the fighter standing in the blue corner. He is an expert in kickboxing, jujitsu, and wrestling. Standing 183 centimeters, 6 feet tall, weighing in at 97 kilos, 214 pounds. Fighting out of the USA, representing Team Extreme,戦無敗のアルティメット王リッチ・フランクリン。Introducing his opponent, standing across the ring in the red corner. He is an expert in karate and Brazilian jiu-jitsu. Standing 185 centimeters, 6 feet tall, weighing 97 kilos, 214 pounds. Fighting out of Brazil, representing Office Inoki. Please welcome the last son of Inoki, Lyoto.猪木イズム最後の継承者、猪木の貴族子亮と猪木最強軍対世界格闘最強軍第2戦。この試合は猪木ボンバイエ総合ルールで行われます。5分3ラウンド、決着がつかないときにはジャッジ3人による判定となります。両者ノックダウンのとき以外引き分けはありません。必ず勝敗がつきます。共に無敗のこの亮ととリッチ・フランクリン、初めての負けを喫するのはどちらか。今ゴングが打ち鳴らされました。両とそしてリッチ・フランクリン、さあお互い距離を取っている。ああキックに行った。そして両とは左ストレートを打っていきました。さあ解説はパンクラスの船木正和さんです。さあこの2人の立ち上がり、どのようにご覧になりますか。あの両党選手、はい、意外にその、ま、デビュー3戦目ですから、そうですね、落ち着いてますね、はい、あそうですか。で対するリッチ・フランクリンはこの15戦無敗の、はい、ということなんですが、はい、このリッチ・フランクリンはどうですか。結構あの作戦を考えてきたと思うんですけど、はい、今まだ警戒して見てると思います。あよくその両党の動きを見ています。リッチ・フランクリン29歳、無敗のアルティメット15戦ここまで戦ってきてまだ無敗です。そしてこちらの両とも猪木イズム最後の継承者、猪木の貴族子、まだ2戦ですが2勝0敗無敗です。スペシャルゲストはプロレス MVP の高山さんですが、高山さん、はい、この2人の動きどのようにご覧になってますか。それともなんか素早いよね、でこのリッチ選手は数学の先生だっただけにやっぱり戦いも計算していろいろ動くのかね、はい、なるほど。シンシナティの高校で数学を教えながらリングに立っていました。1年半前から格闘家1本で今その格闘家人生を歩んでいるそのリッチ・フランクリン、試合をする前にはビドーとテイクダウンを取りました。そしてさあ上から攻め込んでいきます。さあ両手が上から攻め込んでいきますが、これリッチ・フランクリンどうですかこの防御の仕方。両手選手この足をですね、はい、まず外してほしいですね。なるほど。高山さんどうご覧になりますか。あのテイクダウンの仕方がすごい面白かったなと思って、普段あの押し付けられてる方がなんかズルズル倒されていくんだけど、はい、それを跳ねのけて、両手が倒したでしょ、はい、まあ、これはあまり見ない形だなと思って。パンチを打ち込んでいきます。なんとかガードをしたいリッチ・フランクリン、ともに無敗です。リッチ・フランクリンは15戦無敗、
亮とは2戦して2勝無敗。今宵どちらかが負けを喫することになります。果たして初めての敗北という言葉を聞いてしまうのはリッチー・フランクリンか、あるいは亮とか。若干膠着状態になってきましたか。そうですね、この犬木祭りルールは、はい、首から下の肘も OK ですよね、はい、それもうまく使った方がいいと思います。なるほど。さあ高野さんは君どのように見ますか。膠着は膠着なんだけど、はい、リッチがたまに足を肩の方に持ってこうと何回かしてるね、はい、そう下からのなんか手を取る関節を狙ってるんだけど、3分経過、残り時間2分、ラスト2ミニッツ、5分3ラウンドで行われる第1ラウンド、3分が経過しました。さあ赤くなるのが綺麗、動きがあるか、おっと距離を取りました。3連になるか、しかし足を取っています。リッチ両方さあ蹴りを打って、そして今度はスタンディング、あっダメ、そしてパンチを打ち込んでいく。猪木の秘蔵っ子、2000年夏に第2の故郷ブラジルを訪れた猪木にチャンスは今しかないと弟子入りを直訴しました。この亮斗であります。猪木に亮斗は自分の最後のまな弟子、そして俺の後継者はこいつしかいないと言わしめました。4歳の時から空手を習っているこの亮斗、パンチを打ち込んで、そして右腕を封じています。猪木を止めにかかっています。ここまでどうですか。やっぱり先ほども言ったんですけど、はい、本当に落ち着いてますよね。そうですか、倒しに行きました。そして両手が打ち込んでいく、両手が打ち込んでいく。さあ第1ラウンド4分を過ぎたところ、両手が打ち込んでいく。さあこれを嫌っているリッチー・フランクリン、さあ初めての敗北を喫してしまうか、リッチー・フランクリンが負けてしまうのか。さあここでロープ際、しかし両手がパンチを打ち込んでいきます。足でなくね、はい、押さえてる、ね、あなるほど、腰のあたりを押さえてますね。ストップドントムーブ、これでストップドントムーブになりました。場所を移動させて同じ形で攻撃が始まります。この時間時計は止まります。さあこのリッチー・フランクリンが足で腰を押さえているのが効果的になっているわけですよね。防御としてはそうパンチは届かないですね。残り20秒ということになりました。猪木の秘蔵っ子亮とか、あるいは無敗のアルティメットをリッチー・フランクリンが、残り時間は10秒となりました。ここまでの両手がうまく攻め込んでますよね。そうですね、まだ決定的な、打撃とかないんですけども、両手選手のラウンドを取ったラウンドになるんですね。なるほど、これで第1ラウンドが終わりました。ラウンド2ファイト、5分3ラウンド、その第2ラウンドが始まりました。さあお互いに距離を取って睨み合っている、動きを警戒しています。パンチを入れていこうという両者か、まだ牽制し合っています。あ、打ち込んでいきますリッチー・フランクリン、あと回し蹴り、しかしこれは空振りです。両夫は4歳の時から空手を習っていました。お父さんは日本人、母はブラジル人、5人兄弟の三男であるのがこの両斗であります。お父さんは空手師範でもありました。そのお父さんに4歳の時から空手を習い出しました。12歳からは相撲も、そして15歳からはと綺麗に入りました、ね、綺麗に入りました。握りきった、一発です、一発で取りました。両斗が3勝目を挙げました。無敗を守ったのはこの猪木の秘蔵っ子亮斗、猪木イズム最後の継承者、闘魂の遺伝子を持つ男亮斗、この無敗のアルティメットをリッチー・フランクリンから勝利を奪いました。見事な勝利を奪いました、猪木の秘蔵っ子亮斗。猪木イズム最後の継承者が見事な勝利を奪いました。無敗を守ったのはこの亮斗であります。亮斗選手の勝利です。毎回亮斗選手強くなっていくのが分かりますね。なるほど、
でも綺麗なストレートでしたね。そうですね、本当にカウンターでうまく入りましたね。そのシーンをご覧いただきます。蹴りを打ち込んでいって左ストレート、これはもうやった後ですね。この前に一発はい、ちょうどこうぶつかる時ですね、はい、入ってこれです、ね、あこれですか。これでも完全に効いてますね。あなるほど。戦う高校教師、肉体派高校教師、 IQ レスラーと言われた無敗のアルティメットをリッチ・フランクリンを破ったこの猪木の秘蔵亮斗であります。亮斗は自分の最後のマネ弟子だとあのアントニオ猪木に言わしめたその亮斗が見事にこの大晦日猪木ボンバイエ2003バカになれ夢を持てれ勝利を奪いました。猪木最強軍対世界格闘最強軍第2戦はこの猪木の秘蔵子亮斗が無敗のアルティメットをリッチー・フランクリンから勝利を奪っています。